が亡くなった時は、長兄は大学を出たばかり25歳、次兄は23歳、三男は20歳、私が14歳でありました。兄たちはみんな優しく、そうして大人びていましたので、私は父に死なれても少しも心細く感じませんでした。長兄を父と全く同じことに思い、次兄を苦労したおじさんのように思い、甘えてばかりいました。私がどんなひねこびたわがままを言っても、兄たちはいつも笑って許してくれました。私には何にも知らせず、それこそ私の好きなように振る舞わせておいてくれましたが、兄たちはなかなかそれどころではなく、きっと100万以上あったのでしょう。その遺産と王府の政治上の諸勢力とを守るのに目に見えぬ努力をしていたに違いありません。頼りにするおじさんというような人もなかったし、すべては25歳の長兄と23歳の次兄と力を合わせてやっていくより他に仕方がなかったのでした。長兄は25歳で町長さんになり、少し政治の実際を練習して、それから31歳で県会議員になりました。全国で一番若年の県会議員だったそうで、新聞には英検の近衛校とされて、漫画なども出て大変人気がありました。長兄はそれでもいつも暗い気持ちのようでした。長兄の望みはそんなところになかったのです。長兄の書棚にはワイルド全集、イプセン全集、それから日本の戯曲家の著書がいっぱい詰まってありました。長兄自身も戯曲を書いて、時々弟や妹たちを一室に呼び集め読んで聞かせてくれることがあって、そんな時の長兄の顔は真から嬉しそうに見えました。私は幼くよく分かりませんでしたけれど、長兄の戯曲は大抵宿命の悲しさをテーマにしているような気がいたしました。中でも奪い合いという長編戯曲については、私は今でもその中の人物の表情までもはっきり思い出すことができるのであります。長兄が30歳の時、私たちの中で青んぼというおかしな名前の同人雑誌を発行したことがあります。その頃、美術学校の塑造館に在籍中だった三男がそれを編集いたしました。青んぼという名前も三男が一人で考案して得意だし、表紙もその三男が書いたのですけれども、シュール式のデタラメのもので、銀粉をやたらに使用したわからない絵でありました。長兄は創刊号に随筆を発表しました。飯という題で、長兄がそれを私に口述筆記させました。今でも覚えております。2階の西洋まで長兄は両手を後ろに組んで、天井を見つめながらゆっくり歩き回り、いいかね、いいかね、始めるぞ。はい。俺は今年30になる。孔子は30にして立つと言ったが、俺は立つどころではない、倒れそうになった。生きがいを身に染みて感じることがなくなった。強いて言えば、俺は飯を食う時以外は生きていないのである。ここに言う飯とは、生活形態の抽象でもなければ生活意欲の概念でもない。直接にあの茶碗一杯の飯のことを指して言っているのだ。あの飯を噛むその瞬間の感じのことだ。動物的な満足である。下品な話だ。私はまだ中学生であったけれど、長兄のそんな10回をせっせと筆記しながら、兄をたまらなくかわいそうに思いました。英検のこの栄光だなぞと無知なおだて方はしても、兄の本当の寂しさは誰も知らないのだと思いました。次兄はこの創刊号には何も発表なさらなかったようですが、この兄は谷崎潤一郎初期からの愛読者でありました。それからまた吉井勇の人柄をとても好いていました。次兄は酒にも強く、親分気質の豪快な心を持っていて、けれども決して酒に負けず、いつでも長兄の相談相手になって真面目に物事を処理し、謙遜な人でありました。そうして密かに吉井勇の高等に生きて再び帰らざる人を誠の我と思うや、というようなうつぼつの友心を愛しておられたのではないかと思われます。いつか鳩についての随筆を地方の新聞に発表し、それに時系の近景も掲載されてありましたが、その時、どうだ、この写真で見ると俺もちょっとした分子だね、吉井勇に似ているね、
と冗談に威張ってみせました。顔もサダン寺みたいな立派な顔をしていました。長兄の顔は線が細く小腸のようだと、これも家中の評判でありました。二人ともそれをちゃんと意識していて、お酒に酔った時、掛け合いでサダン寺小腸の鳥部屋も新宿や皿屋敷などの声色を始めることさえたまにはありました。そんな時、2階の西洋間のソファに一人寝転んで、遠く兄たち二人の声色を聞き、けっと読書をしているのが三男でありました。この兄は美術学校には入っていたのですが、体が弱いので、あまり素像の方へは精を出さず、小説に夢中になっておりました。文学の友達もたくさんあって、その友人たちと十字街という同人雑誌を発行し、ご自身はその表紙の絵を描いたり、またたまには苦笑に終わるなどという短細の小説を書いて発表したりしていました。夢川リーチという筆名だったので、兄や姉たちはひどい名前だと言って並行し笑っていました。リーチ梅川とローマ字でもって印刷した名刺を作らせ、少し気取って私にも一枚くださいましたが、読んでみるとリーチ梅川となっているので、私までヒヤッとして、兄さんは夢川でしょ、わざとこうすらせたのと尋ねたら、兄は、あ、いやしまった、俺は梅川じゃないんだと言って顔を真っ赤になさいました。もう名刺を友人や先輩、または馴染みの喫茶店に差し上げてしまっていたのです。印刷所の手落ちではなく、兄がちゃんと梅川と指定してやったものらしく、うという字を英語読みに言うと読んでしまうことは、誰でも犯しやすい間違いであります。家中いよいよ大笑いになって、それから私の家では梅川先生だの、中兵衛先生だのと呼ばれるようになりました。この兄は体が弱くて、10年前28歳で死にました。顔が不思議なくらい美しく、その頃姉たちが読んでいた少女雑誌に、吹谷浩二とかいう人の書いた目の大きい体の細い少女の口絵が毎月出ていましたけれど、兄の顔はあの少女の顔にそっくりで、私は時々ぼんやりその兄の顔を眺めては、妬ましさではなく変にくすぐったいような楽しさを感じていました。性質は真面目な、大変厳格で律儀なものをさえどこかに隠し持っていましたが、それでも趣味として昔フランスに流行したとかいうフレッシュまたはユルレスクを信奉している様子らしく、むやみやたらに人を軽蔑し孤高を装っておりました。長兄はもう結婚していて、当時小さい女の子が一人生まれていましたが、夏休みになると東京から A 市から H 市から方々の学校から若いおじやおばが家へ帰ってきて、それが皆一室に集まり、おいで東京のおじさんとこへ、おいで A おばさんのとこへとワイワイ言って小さい目一人を奪い合うのですけれど、そんな時にはこの兄はみんなから少し離れて立っていて、なんだまだ赤いじゃないか、気味が悪いなどと生まれたばかりの小さい姪の悪口を言い、それから仕方なさそうにちょっと両手を差し伸べ、おいでフランスのおじさんのとこへというのでした。また晩ご飯の時には一人一人お膳に向かって座り、祖母、母、長兄、次兄、三兄、私という順序に並び、向こう側は長馬さん、兄嫁、姉たちが並んで、長兄と次兄は夏どんなに暑い時でも日本酒をこしつし、二人ともそのそばに大型のタオルを用意させておいて、だらだら流れる汗をそれでもってぬぐいぬぐい熱燗のお酒を飲み続けるのでした。二人で毎晩一升以上も飲むようでしたが、どちらも酒に強いので座の乱れるようなことは一度もありませんでした。三兄は決してそのお仲間には加わらず、知らんふりして自分の席に座って、凝ったグラスにぶどう酒を一人でついでさっと飲み干し、それから大急ぎでご飯を済まして、ごゆっくりと真面目にお辞儀して、もうかき消すようにいなくなってしまいます。とても水際だったものでした。アオンボという雑誌を発行した時も、この兄は編集長という格で私につけて一家中からあれこれと原稿を集めさせ、そうして集まった原稿を読んではゲッと読書をしていました。私がやっと長兄から飯という随筆を口述筆記させてもらって編集長のところへ少し得意で提出したら、
編集長はそれを読むなり、ケッと笑って。なんだいこれは。命令口調というんだね。孔子曰くはひどいね。と散々悪口言いました。ちゃんと長兄のわびしさを返していながら、それでも自身の趣味のためにいつも三兄はこんな悪口を言うのでした。人の作品をそんなに悪く言いながら、この兄自身の作品はどうかということになれば、そうなるとなんだか心細いものでした。このアオンボという変な名前の雑誌の創刊号には、編集長は自重して小説を発表せず、叙情詩を2編発表いたしましたが、どうもそれは今いくら考えてみても傑作とは思えないものなのであります。あの兄ともあろうお人がどうしてこんなものを発表する気になったか、私は今は残念にさえ思います。はなはだ書きにくいのではありますが、それはこんな詩なのであります。赤いカンナというのと、矢車の花愛しというのと2つでありますが、前者は赤いカンナの花でした、私の心に似ています、うんぬん。なんだかとても書きにくい思いなのですが、後者は矢車の花愛し、一つ、二つ、三つ、私のたもとに入れました、うんぬん、というのであります。どういうものでしょうか。やはりこれは大事に協定深く造しておいた方が良かったのではなかったかと、私はあのおしゃれな生き紳士の兄のために今になってそう思うのでありますが、当時は私は兄の徹底したビルレスクを尊敬し、それに東京の十字街というかなり有名らしい同人雑誌の仲間ではあり、それにまた兄にはその詩がとても自慢のものらしく、町の印刷所でその詩の構成をしながら、赤いカンナの花でした、私の心に似ていますと変な節をつけて歌い出す始末なので、私にもなんだか傑作のような気がしてまいったのであります。このアオンボという雑誌についてはいろいろと懐かしく、また吹き出すような思い出があるのですけれど、今日はなんだか面倒くさく、この3番目の兄が亡くなった頃の話をして、それでお別れいたしたく思います。この兄は亡くなる 2,3 年前からもう寝たり起きたりでありました。結核菌が体のあちこちを虫食い始めていたのでした。それでも随分元気で、田舎にもあまり帰りたがらず、入院もせず、富山ヶ原の近くに一軒家を借りて、同郷の W さん夫婦にその家の一間に入ってもらって、後の部屋は全部自分で使ってのんきに暮らしていました。私は高等学校へ入ってからは休暇になっても田舎へ帰らず、大抵東京の戸塚の兄の家へ遊びに行って、そうして兄と一緒に東京の街を歩き回りました。兄は随分嘘をつきました。銀座を歩きながら、あ、菊池寛だと小さく叫んで太ったおじいさんを指さします。とても真面目な顔してそう言うのですから、私も信じないわけにはいかなかったのです。銀座の富士屋でお茶を飲んでいた時にも、肘で私をそっとつついて、佐々木模索がいるぞ、そら、お前の後ろのテーブルだと小声で言って教えてくれたことがありますけれど、ずっと後になって私が直接菊池先生や佐々木さんにお目にかかり、兄が私に嘘ばかり教えていたことを知りました。兄の所蔵の感情装飾という川端康成氏の短編集の扉には、夢川リーチ様著者と毛筆で書かれてあって、それは兄が伊豆かどこかの温泉宿で川端さんと知り合いになり、その時川端さんからいただいた本だということになっていたのですが、今思えばこれもどうだか。今度川端さんにお会いした時お伺いしてみようと思っております。本当であってくれたらいいと思いますけれども、私が川端さんからいただいているお手紙の字体と、それから思い出の中の夢川リーチ様著者という字体とは少し違うようにも思われるのです。兄はいつでも無邪気に人を担ぎます。全く油断ができないのです。ミステフィカシオンがフランスのプレシューたちの王道楽の一つであったそうですから、兄にもやっぱりこのミステフィカシオンの悪癖が争われなかったのであろうと思います。兄が亡くなったのは私が大学へ入った年の初夏でありましたが、その年のお正月には応接室の床の間に自筆の掛け軸を飾りました。
半切に、この春は武神なども入れ、酒もあり魚もあるのを喜ばぬなりと書かれていて、訪問客はみんな大笑いして、兄もニヤニヤ笑っていましたが、それは例の兄のミステフィカシオンではなく本心からのものだったのでしょうけれど、いつもみんなを担ぐものだから、訪問客たちもただ笑って兄の命を懸念しようとはしないのでした。兄はやがて小さい数珠を手首にはめて歩いて、そして自分のことを愚僧と呼称することを暗示しました。愚僧は愚僧はと真面目に言うので、兄のお友達もみんな真似して愚僧は愚僧はと言い合い、一時は大流行いたしました。兄にとってはただ冗談だけでそんなことをしていたのではなく、自身の肉体消滅の日時がすぐ間近に迫っていることを密かに知っていて、けれども兄のビルーレスクの趣味がそれを素直に悲しむことを妨げ、かえって懸命に茶化して司祭らしく数珠をつまぐっては人を笑わせ、私たちを誘って高田の馬場の喫茶店へ早々と乗り込むのでした。この愚僧は大変おしゃれで、喫茶店へ行く途中ふっと指輪をはめて出るのを忘れてきたことに気がつき、躊躇なくくるりと回り身にして家へ引き返し、そうしてきちんと指輪をはめて出直し、やあお待ちどうさまと済ましていました。私は大学へ入ってからは戸塚の兄の家のすぐ近くの下宿屋に住み、それでもお互い勉強の邪魔をせぬよう3日に1度か1週間に1度顔を合わせて、その時には必ず一緒に町へ出て落語を聞いたり喫茶店を歩き回ったりして、そのうちに兄はささやかな恋をしました。兄はそのプレッシュの趣味のために恐ろしく気取ってばかりいて、女の人にはさっぱり好かれないようでした。その頃高田の馬場の喫茶店に兄が内心好いている女の子がありましたが、あまり旗色が良くないようで兄は困っておりました。それでも兄はプライドの高いお人でありましたから、その女の子にいやらしい色目を使ったり過当にふざけたりすることは絶対にせず、すっと入ってコーヒー一杯飲んですっと帰るということばかり続けておりました。ある晩、私と二人でその喫茶店へ行き、コーヒー一杯飲んでやっぱり旗色が悪く、そのまますっと帰って、その木と兄は花屋へ寄って、カーネーションとバラとを組み合わせた1000円近くの大きな花束をおしらいさせ、それを抱えて花屋から出て、なんだかもじもじしていましたので、私には兄の気持ちが全部わかり、身を踊らしてその花束をひったくり、ダットのごとく今来た道を駆け戻り、喫茶店の扉陰についと隠れてあの子を呼びました。おじさん、私は兄をそう呼んでいました。おじさんを知ってるだろう、おじさんを忘れちゃいけない、はい、これはおじさんから。口早に行って花束を手渡してやっても、あの子はぼんやりしていますので、私はやにわにあの子をぶん殴りたく思いました。私まですっかり元気がなくなり、それからぶらぶら兄の家へ行ってみましたら、兄はもうベッドに潜っていて、なんだかひどく不機嫌でした。兄はその時28歳でした。私は6つ下の22歳でありました。その年の4月頃から兄は異常の情熱を持って制作を開始いたしました。モデルを家に呼んで大きいトルソーに取り掛かった様子でありました。私は兄の仕事の邪魔をしたくないので、その頃はあまり兄の家を訪ねませんでした。いつか夜ちょっと訪ねてみたら、兄はベッドに潜っていて少し頬が赤く、もう夢川利一なんて名前はよすことでした。堂々辻間刑事、兄の本名でやってみるつもりだと、兄にしては全く珍しく少しも茶化さず向きになって言って聞かせましたので、私は急に泣きそうになりました。それから二月たって兄は仕事を完成させずに死んでしまいました。様子が変だと W さんご夫妻は、私もそう思いましたので係のお医者に相談してみましたが、もう 4,5 日とお医者は平気で言うので、私は仰天しました。すぐに田舎の長兄へ電報を打ちました。長兄が来るまでは私が兄のそばに寝て二晩、喉に絡まる痰を指で除去してあげました。
長兄が来てすぐに看護婦を雇い、お友達もだんだん集まり、私も心強くなりましたが、長兄が見えるまでの二晩は今思っても地獄のような気がいたします。暗い電気の下で兄は私にあちこちの引き出しを開けさせ、いろいろの手紙やノートブックを破り捨てさせ、私が言いつけられた通りそれをバリバリ破りながらメソメソ泣いているのを兄は不思議そうに眺めているのでした。私は世の中にたった私たち二人しかいないような気がいたしました。長兄やお友達に取り囲まれて息を引き取る前に、私が兄さんと叫ぶと、兄ははっきりした言葉で、ダイヤのネクタイピンとプラチナの鎖があるからお前にあげるよと言いました。それは嘘なのです。兄はきっと死ぬる際までプレシューの趣味を捨てず、そんなハイカラのことを言って私を担ごうとしていたのでしょう。無意識にお得意のミステフィカシオンをやっていたのでありましょう。ダイヤのネクタイピンなどないのを私は知っておりましたので、なおのこと兄の伊達の気持ちが悲しく、わーわー泣いてしまいました。何にも作品残さなかったけれど、それでも水際だって一流の芸術家だったお兄さん、世界で一番の美貌を持っていたくせにちっとも女に好かれなかったお兄さん、死んだ直後のこともあれこれ書いてお知らせするつもりでありましたが、ふと考えてみればそんな悲しさは私に限らず誰だって肉親に死なれた時には味わうものに違いないので、なんだか私の特権みたいに書き誇るのは読者にすまないことみたいで、気持ちが急に萎縮してしまいました。